안녕하세요유카가입니다안녕하세요페페입니다오늘은제가 키우고있는이애기페페에대한영상입니다아이고이뻐아이고이쁘다아이고아이고아이고페페는제가일본에서데리고온강아지인데지금14살이고6월에15살이되는할아버지입니다아이고이쁘다年始に受けた衝撃な話について私が動画にできてなかったんですけどお話しします그얘기를하기전에제가페페랑어떻게지내고왔는지왜한국에오게됐는지를얘기해보도록하겠습니다 Go! 日本語でいきます言うこと忘れんようにメモしといたんじゃけど見ながら話しますねペペは今14歳で今年15歳ですダックスフントですこの髪の毛じゃけどワイヤーヘアっていう種類のダックスフントです2006年6月29日生まれ私が小4かなの時から飼っているワンコです私が大学生活終わって実家に帰った時にねペペがあんまり体調が良くなかったんじゃけど私が韓国に行くことになって韓国生活しながら、まあ、ペペのことがね心配で心配でたまらず私が韓国でしっかり面倒を見てあげる方がペペにとっていいのかなっていうねちょっとしたあの希望を持ってついてくることにしましたそれがちょうど2年前ですうん2年前の2月でしたで韓国にね愛犬を連れてくるのが結構大変だったんじゃけどそれはまた別の動画でお話ししますで結果連れてきて日本におった時よりねめっちゃ元気になったんよほんまにもう日本で見とった家族とか友達とかみんなに言われるんだけどほんまにペペ韓国に行ってよかったねって言われてもうほんまにねそれは幸いでしたほんまにほんまにペペの体調何が良くなかったかっていうと今もなんじゃけど皮膚炎持ちですある日から急に皮膚炎になってもうめっちゃね毎日毎日かゆいんよね体がかゆいのとあとはある程度年取り始めてから腫瘍がねできるようになって韓国に来た時には1個腕にめっちゃ大きい腫瘍があって写真載せときます噛むんよめっちゃ噛んで自分でこう何血まみれにしてもうねほんまにね大変だったよね大変でした韓国に来てからねどうにかして手術で取れんのかなって思って聞いたんじゃけどやっぱり部分的に難しいって言われたんや日本にいた時もその部分的にすごい難しい位置って言われとっていろんな病院回ったんじゃけど結局ね韓国で一番有名なその大きい病院ソウルでトンムイ病院ってところに行ったんじゃけどそこに行った結果なんと方法としては足の切断しかないって言われて足の切断してもペペ体が大きいけん引きずる可能性があるけんねダックスフントじゃけん不便じゃし取らんかったら取らんかったでそう不便じゃけんどっこいどっこいみたいな状態でとりあえずそこでできるのは手術するんだったら足の切断って言われたんよでいやーそれは無理だなと思ってさすがにとりあえず様子を見ようと思って普通に生活をしとったんじゃけど今行きつけの病院に通ってから1年ぐらい経った時に病院の先生が一か八かだけどこんな方法があるよって言って手術で取る方法を提案してくれたんよいろんな人にも相談した結果そこで手術して取って今ね完全に完治したんよね写真あるかな分からんけど完全に完治して普通の足になりましたはいペペの体調が悪いのはそのぐらいだったんじゃけど足の手術したのが去年の3月だったんよすぐに7月ぐらいに別の場所に首にね別の腫瘍が見つかり取ったけどそれが同じくらいの場所かなに再発し足の指に別のちっちゃい腫瘍がね後ろ足の方にでき始めてああこれはまた大きくなったら噛んで血が出て大変なるやつかなと思ったけん早めにねなくしてあげたいと思って4月に手術することになりました
のね、手術の日の朝にペペを病院に連れてって、お願いしますって言って任せたんじゃけど、任せてから1時間後ぐらいに電話が来まして、別の場所にね転院してるから、そのことに関して話さないといけないって言われて、急遽病院に向かってお話をしてきました。そこでなんと想像もしてなかった肺へのがんの転移が確認されました。これまであったあの足にあった腫瘍か首にあった腫瘍かどっちか分かんないんですけど、どっちかの1個がね悪性だったみたいで、それが肺に転移したっていう形です。一箇所とかじゃなくて、もう肺全体が白くなって、もう写真にね白く写っとる状態で、ペペのがんの状況について聞いた時に、とりあえず転移しとるっていう時点で重めだそうで、前にね手術した時に写真撮った時はなかったんよ。7月かな、そうなくって、6ヶ月間に急に肺に全体に転移したのを見たら、余命は6ヶ月ぐらいになると思うって言われました。ペペもねこのこと知らんし、もちろんだけど知らんし、今は特にそんなしんどそうじゃないんで、私も最近ほんまにペペがねそんなことになるんかなっていうのが信じられずにおるんですけど、あ、鼻水が映ってないことを願います。周りの私の知っとる友達のダックスとか、あのインスタでねフォローしてるダックスちゃんたちがみんな14歳15歳ぐらいで体調を崩してるのを見て、まさかまさかまさかペペはもうちょっと健康でおれるかなって思っとった矢先でした。今は副作用がほぼない飲み薬の抗がん剤治療をしてます。正直不安で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 仕方がないんですけど、ペペのためにあのできること全部してあげたいなと思って、思い出作りとかに励もうと思いっています。もうね14歳っていうのもあるけど、中学2年生だけんね、今年で中3になる家族だと思ってるので、ちょっとこう言ったら面白いけど、もうどうなるかは私も全然わからんけど、最後の年になってほしくないけどね、私自身も後悔ないようにたくさん一緒に思い出を残したいと思います。で実はもうすでに Vlog とかね撮っとるんだけど、ちょっとずつ載せていこうと思います。で皆さんももしあの愛犬との思い出残すのでおすすめあれば教えてください。足跡とかの型取るやつ作ってみたいんじゃけど、なんかいい方法とかあればとりあえず教えてください。今はねまだ元気なのでこの状態が維持できたらなっていう気持ちです今は。아무튼아오늘은좀슬픈얘기였지만오늘도영상봐주셔서감사합니다페페랑함께찍는영상을많이올리고싶네요페페그러면구독과좋아요꼭해주시고인스타그램트위터틱톡도팔로우해주시면감사하겠습니다다음영상에서만나요바이바이おしまいだよ。お疲れ様です。サムネイル。気持ちいいね。最後までよかったね。このバナナクッション全然使ってくれんけどよかったね。はい、おしまい。はい。うん。眠たいね。はい。眠たいね。お母さんも起きたいよ。このクッションのせいで。